DM で来たお悩み相談があったんでそれをちょっと答えていこうかなという感じにちょっとしてみようかな。23歳ののセンチの 男性からなんでですけど平日フルで働くのが辛い残業もないんやけど辛くてしょうがなくて毎日来るしい去年新卒なのにストレスで一時期ダウンして休職してた時期がということでこの方は YouTube で配信もしててちょっとうまくはいってるんやけど YouTube に勝負をかけて自由に生きる選択肢っていうのも今あると思うけど今の安定した会社を辞めるっていう選択肢が取りにくいと。 やっぱり毎日そうフルタイムで仕事行くんがめっちゃきついだから YouTube とかで毎日行っていきたいんやけどでも実際結構いい会社に入ったっぽいのねだから辞めるんはちょっとしんどいみたいなで仕事を辞めたいわけじゃなくて一定の社会人経験を持っておくべきだなって思って会社の待遇もいいし仕事内容も嫌なわけじゃなくてけどただ毎日会社に行くっていうんがめっちゃしんどいみたいなでどうしたらいいですかっていうことなんやけどで別に残業もないんやってでそうこれをさ さ正直みんなさ「え、何甘えてんの?」って気持ちにならへん23歳でやで割とちゃんとした会社ついて残業もなくて普通に金もらっててで趣味でやってる YouTube もまあまあうまくいってるみたいなさなんかもう自慢にしか聞こえへんやみんなからしたら。じゃあでも分かるるとところがあるとすればさ 確かに毎日会社行くんってこれからも一生続くって思ったらさしんどいよなそこはまあわかるけど定職にもつけてないお前らからすると何言ってんねんこのクソガキ殺すぞってなるんもわかる、まあ、月その収益が今 YouTube でまあ、1万弱ぐらいらしいのねここで見切り発車で YouTube 行くんはまあさすがにバカってうも分かっとるけんまあいかんのだろうけどさ正直さ充実した人生だと思うやんけど確かにね毎日会社行くってまあしんどいよな私も思うのはさ転職よなと思うの でさ、23歳やん。だからとりあえず転職してみたらいいかなと思うねんな。私、あのさ、ユニクロで働いてた時って、ちょっと変わった働き方でな。まあ、朝起きるんが苦手だったっていうのもあって、昼の2時半から出勤して、で、夜の10時体験みたいな感じだったのね。だから多分ね、朝起きるんがしんどいっていうところでしんどい人は、ほんまにさ、働く時間帯変えるだけで結構マシになったりすると思うの、ね、よ。ユニクロみたいにさ 働く時間をさ、全然自分でいたらなといいいんじゃないと思うでも私はだから昼から出勤にしてもらっとってさらに店が暇な時期とかは時短勤務で、まあ、朝の7時半に行って昼の2時半に帰るみたいな感じでやってたから全然苦じゃなかったのね毎日でも。だからさ まあまあ甘えやけど毎日行くっていうのが嫌なんだったら時間帯変えるとか、まあ、時短にするとかしたらいいんじゃないかなと。で YouTube がほんまに軌道に乗ったらそっちに移動したらええかなとは思うけど今の数百人で数万円上がったくらい。まあ それでもな、ほら、一般の人からしたら十分な、儲かっとると思うよ。な、そんな、視聴回数10回、20回のやつがいっぱいおる世界やからさ。けど、それで YouTube 行きたいですっていうのはさすがにキッズやなぁと思いましたね。だからまあ、まずは、まあ、時間帯自分で決めれるような企業に転職することから考えてみたらいかがでしょうかという話でしたね。もう一件、なんか女の子からもさ、DM でなんかちょっと、どう思いますかみたいな気取ったけん、それも読むわな。私は高身長22歳の女で、実話だけ見ると一見人権を持っているように見えるのですが、体重が40キロ以下で、 胸が AAA の骨です幸い顔はそこまでブスではないので女に生まれてよかったと思う程度に割引の恩恵は受けてきましたが今まで恋愛経験は皆無で誰かにモテた経験もこの体形で穴モての価値もなくこういったタイプの女は田中さんから見て人権あるのかないのか最近気になるところであります特性の性癖の男性にモテるのかなとは思いますが今まで出会ったことはないですし会ったところで素直に気持ち悪いと思う感じてしまうと思いますとこれさ <laughs> これねえこの子もさその顔はやっぱそこまでブスじゃなくて女に生まれてきてよかったかなって思うくらい万個あるべきの恩恵を受けてるって自分で言ってんねんだか,だからさ これ多分自虐風自慢だよな。これは自分でも別に人権あると思ってる。思ってるけど、自虐風自慢で言ってきてると私は思ってます。はい。さっきの男の子のこの女の子も22歳と23歳とかで若いのよ。だから自分では本気で悩んでるつもりなんだろうけど、らここら辺のその人生終わってるホビットとかからしたらさ、ムカつくやん、こんな聞くだけで。 恩恵受けてる時点で人権がそうだからしかもかもブスじゃないらしいやん。女体ってだけで相当もう人権持ちっていうか女体というだけでかなり人生得してるのにえ何をみたいなとこであるんですよ。だから223ってだけでムカつくやんもう俺たちじじいバアは。20代前半でえ何みたいな。 なるよねそうや女を35超えてからかなそれまでは甘えてんじゃねえよって感じやな荒沢のおばさんからすると自虐風自慢に読み上げ中にこえましたねそうだよね俺たち荒沢 <laughs> ってさあもうアラウンドじゃねえんださあなんだよこっちはサーティーのババアからするといやいや何舐めてんのって話本場にな自虐風自慢するやつはその自己顕示欲をもう少しホビットにしろや <laughs> でも本人なは多分自虐風自慢をしてるっていう感覚はないんだと思うただ もう上ばっかり見てほんまにいや自分は恵まれてないなないいみたいな自覚なく多分言ってねねん上ばっかり見てまうからやっぱ SNS とかでいやイケメンで俺より稼いでる YouTuber いいなとかスレンダーで顔も可愛くておっぱいもあるグラビアアイドルかわいいなみたいなそこ見て多分自虐してんやろうけどこの底の底みたいなさチャット欄見てさそんなことがよう言えるなと思ってちょっとそのお二人には一応配信でお答えしますとは言ってあるのでこれを見てどうぞ自信を持ってくださいというかこのね下を そんなことみんなが傷つくから言っちゃダメって感じほんまに。いやマンクスだって言って「なあもうほんまお風呂今日入るからさなるよ俺もビカム何いい匂いマンコになるから」。